最新英語英漢模が型搭載する水上無人機海風のテストが横須賀で開始したとの情報をキャッチしました。今回はこの模が身型への搭載水上無人機海風を詳しく見ていきますね。模が身型は12艦で建造終了になるけど、あと2年ほどで新型艦に変化する三菱重工のヤバい建造能力がすごすぎるだよ。2023年4月、装備品の開発を担う企業で、そうした事業の一環として機雷排除システム用の水上無人機 USV の製造を行ったものだ。ただしこの機雷排除システム用の水上無人機 USV についてはこれをベースに民間向けの自動運航船への技術の転用も並行して実施しており、今後は市場が限定される防衛装備品以外の市場への進出にも注目が集まっている。ジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ社が今回海上自衛隊でのテストに臨んだ機雷排除システム用の水上無人機 USV には海風という名称が与えられており、もが身型護衛艦への搭載が前提となっている。この機雷排除システム用の水上無人機、海風と三菱重工業者が製造を担う機雷捜索用の無人機として、すでに海上自衛隊に正式採用済みのOZ-5の両者を統合的に運用することで、模が身型護衛艦の対機雷戦闘能力が整う。SNS 上で公開されている動画では、模が身型護衛艦の後部に設けられたハッチ部分へ、この機雷排除システム用の水上無人機、海風が出入りする様子を確認することができ、見た目は少し堅牢なモーターボートのような印象である。機雷排除システム用の水上無人機、海風は、全長が 11.0m、全幅が 3.2m、深さが 1.5m、喫水が 0.7m、重量が 11.0 トンの船体を持ち、水上無人機ながら、最大12名の乗員を搭載可能となっている。また、機関部には、電子制御方式のディーゼルエンジンを搭載しており、推進機構としては、ウォータージェット方式を採用、これを2機備えており、最大速力は23ノットを発揮することが、使用上からは明かされている。機雷排除システム用の水上無人機、海風は文字通り無人船ではあるものの、自動、手動、遠隔手動の3つのパターンの操船方法が選択可能で、故に、人員を乗せた状態での通常の有人船のような航行も行うことができる。そうした中で、機雷排除システム用の水上無人機、海風を自動航行させる場合には、航路の保持、定点の保持、自動での着架け橋等を行える機能が盛り込まれており、これらが民間向けの自動運航船でも効果を発揮するのだろう。これら自動航行の内容をもう少し詳しく見ると、航路の保持では管制システムが指定した複数の地点間を正確にかつ設定された速度で航行が可能であり、高点度気筒でも波の高さが 2.5 メートルまでであれば航行できることが確認されている。続く定点の保持では、管制システムが指定した地点に対して、それを行う能力を持ち、機雷排除システム用の水上無人機、海風自身が、
現在の位置を守る設定と方位を守る設定とを選択して実行することが可能となっている。次の自動での着架け橋等を行える機能では、あらかじめ設定を行った位置もしくは設定された方位に機雷排除システム用の水上無人機海風自身が機架け橋するものであり、高精度 GNSS 衛星測位システムでそれを実現している。また機雷排除システム用の水上無人機海風は搭載するリダーライダーによって短波長の電磁波を用いて測距を行うことで海上の物体を感知し、状況に応じた回避行動を取った後、元の航路に回帰する機能を備えている。こうした機雷排除システム用の水上無人機、海風が備える各種の自動航行技術は、機雷除去を目的とした軍事利用に止まらず、一般の無人船としての広範な用途に対応が可能であり、今後の展開に期待が持たれている。ジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ社では、そうした応用例として、港湾部や島嶼部等の狭所に向けた人員や物品の輸送船としての活用を唱え、陸上施設から担当者が完成する運用を提案している。また、これは防衛装備品の範疇に含まれると思われるが、重要な施設等が置かれた港湾部に対し、無人船による警戒、監視等の任務に活用可能としており、やはり陸上施設の担当者は置きつつ、通常時は無人船が自律的にその任を担うと説明している。すでにジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ社は、本社所在地でもある京都の舞鶴港の周辺海域において、自社の無人船による自律機能を検証する実証実験を2021年11月30日から12月1日の2日間で実施している。そこで、そのジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ社の無人船は、陸上施設から完成された状態で自動での航行を行い、水中はマルチビームソーナー、水上はリダー、ライダーと光学カメラによる観測を行った。この実証実験が実施されたのは、対象の港湾部の防波堤からおよそ20メートル沖という沿岸部ではあったが、無人船は常時3ノットから4ノットの速度で自動航行を行い、複数回にわたって対象の監視を行いながら自動航行を計測できたという。この時、当該の無人船はリダー、ライダーと光学カメラで収集された情報をリアルタイムで陸上の管制施設に送信することに成功し、管制側ではこの送られた情報をもとに 3D 天群モデルの作成を行うことができている。こうした実証実験の成果を鑑みれば、機雷排除システム用の水上無人機海風に投入された技術は、むしろ今後の無人船の活用を日本が推進する上で大きな財産になったのではないかと個人的には感じている。さて、今回機雷排除システム用の水上無人機海風の装備化に踏み出したもが身型護衛艦だが、今年2023年3月7日には、4番艦である、三熊が、佐世保を母港とする護衛艦隊第13護衛隊に実戦配備された状況にある。すでにもが、三型護衛艦は、5番艦の、矢作が、2022年6月、6番艦の、阿賀野が、2022年12月に、進水を迎えており、昨年までは、最大で22隻が建造されるのではないかという予想が行われるなど、近年では稀な艦種となることも想定された。しかし、2023年1月には、防衛装備庁が新型 FFM についての企画提案への参加企業を募る要項を公示したため、もが、
味方の建造は一旦12隻で終了する運びとなり、また新たな FFM が今後のコンペで決定されることが明らかとなった。ただし個人的には今回の防衛装備庁の動きがあったとはいえ、斬新なステルス形状を備え、従来の護衛艦と比して画期的な精進化も図られていたのが味方護衛艦が全く別の新型護衛艦に置き換えられる可能性は低いのではないかと感じる。新型の FF といえ、ど現行のもが味方護衛艦をベースに課題点に修正を加えるような形での鑑定が採用されるのではないかと思え、その意味で、ももが味方を設計した三菱重工業者が継続して採用を勝ち得るのではないかと想定している。海上自衛隊の護衛艦の総数は、2022年12月に改定され閣議決定された安全保障関連の3文書においても、54隻体制と現状維持ではあるが、防衛予算の増額に伴い、イージス護衛艦は8隻から10隻へと造成されることが決定している。